大丈夫でございます。この動画は特殊な程度の手法を紹介するチャンネルでございます。容疑のある穴も狙いつし、回収率にこだわった競馬を目的としております。手法の内容がよくわからない方は、再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認ください。本日はお知らせがございます。こちらの動画でご紹介させていただいております出馬表チェックの資料関係の無料配布を行いますので、ご希望の方は下記のアドレスまでご連絡くださいませ。本日は良い配置による穴馬予想と、日曜日の京都競馬場の騎手・厩舎の好配置を確認してまいりたいと存じます。1番、フォーエリート北村騎手、10レース、11レース、1のくらいかぶりで被っております。2番、ミヤネーロ、津村騎手、7レース、11レース、片方循環の14番で三日花丸となっております。3番、4番は良い配置がありませんので飛ばします。5番、ヘルビニア、ルメール騎手、9レース、11レース、表裏の11番で被っております。6番、ラビットアイ、横山騎手、2レース、4レース、5レース、11レース、石鹸の6番で、本日、連日ともに花丸となっております。鈴木厩舎、11レース、12レース、裏の10番で被っております。7番、ヒルカーノ、亀庭騎手、11レース、12レース、表裏の9番で被っております。高野厩舎、7レース、11レース、循環の22番で本日花丸となっております。8番、小金の空、丹内騎手、3レース、10レース、11レース、枠の5番で本日花丸となっております。福沢厩舎、こちらは穴場配置で、日曜日の東京11レース、日曜日の京都11レース、石鹸の8番で被っております。9番は良い配置がありませんので飛ばします。10番、ボンドガール、武騎手、10レース、11レース、裏の6番で被っております。手塚厩舎、こちらは穴場配置で、日曜日の東京1レース、日曜日の京都11レース、表裏の6番で被っております。11番、ダンスオブクイーン、松山騎手、10レース、11レース、裏の5番で被っており、11レース、12レースで1のくらいかぶりで被っております。奥村厩舎、こちらはアナザー配置で、土曜日の新潟10レース、土曜日の京都11レース、日曜日の京都11レース、表裏の11番で被っております。12番、ラベンダ、中村厩舎、こちらはアナザー配置で、土曜日の京都3レース、日曜日の京都11レース、表裏の12番で被っております。13番、クリスマスパレード、加藤厩舎、こちらはアナザー配置で、土曜日の京都11レース、日曜日の京都11レース、いつのくらいかぶりで被っており、日曜日の京都11レース、日曜日の東京12レース、片方循環の13番で被っております。14番、天然ボッシュ、国枝厩舎、こちらはアナザー配置で、日曜日の東京11レース、日曜日の京都11レース、いつのくらいかぶりで被っております。15番は良い配置がありませんので飛ばします。続きまして、以上の高配置に基づく中和な穴系の予想してまいりたいと思います。まず1投目。13番、クリスマスパレード。こちらは加藤厩舎で、ベスト系のアナザー配置となっておりますので、土曜日の新潟11レース確認して、日曜日の京都11レース買うかどうか、試写選択するといいかと思います。2投目、11番、ダンスオブクイーン、
こちらは松山騎手でベスト系の被りとなっておりますので、10レースで様子を見て11レース買うかどうか、下車選択するといいかと思います。また奥村厩舎でベスト系の被りとなっておりますので、土曜日の京都11レース確認して、日曜日の京都11レース買うかどうか、下車選択するといいかと思います。3頭目、8番、小金の空。こちらは丹内騎手で、枠の本日花丸となっておりますので、10レース確認して11レース買うかどうか、下車選択するといいかと思います。また、菊沢厩舎でゼッケンのアナザー配置となっておりますので、日曜日の東京11レース確認して、日曜日の京都11レース買うかどうか、下車選択するといいかと思います。4頭目、7番、平川の。こちらは亀島騎手でベスト系の被りとなっておりますので、11レースで先買いするか、下車選択するといいかと思います。また、坂野厩舎で循環の本日花丸となっておりますので、7レース様子を見て11レース買うかどうか、下車選択するといいかと思います。最後、5頭目、6番、ラビットアイ。こちらは横山騎手で、ゼッケンの本日、連日ともに花丸となっておりますので、5レース確認して11レース買うかどうか、下車選択するといいかと思います。また、鈴木厩舎でベスト系の被りとなっておりますので、11レースで先買いするか、下車選択するといいかと思います。以上、5頭の馬と結ぶ馬として、5番、ヘルビニア。こちらは現在オッズで一番人気となっておりますので、先ほど挙げた馬長と絡めて馬券を購入するか、下車選択するといいかと思います。以上でございます。この動画の内容が良かった方は、チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。